皆さん、浜松駅周辺の方、はじめまして。私たちはですね、日本第一党といいまして、新しくできた、政治団体になります。今日ですね、浜松駅の北口のところなんですけれども、まあ、あいにくのちょっと小雨が降ってきちゃいまして、ちょっとですね、短く時間になっちゃうかもしれないんですけれども、日本でですね、初めて日本人のための政治、日本人のための政治、日本のための政治を行うためにできた新しい政党になります。今年のですね、春に行われる統一地方選挙を目標に全国で活動しております。ただいま、全国で32の地方本部があります。私たちは日本第一党静岡県本部の有志一同と、あと支援者の人たちが今日はですね、応援に来ていただきまして、浜松駅の北口のこの場をお借りしまして、大きな声で申し訳ありませんが、もし、ですね、挨拶をさせていただきたいと思いまして、今日はですね、この場の方で大きな声で失礼いたします。で、私たちはですね、党首を桜井誠、まあ、おととしの都知事選、小池都知事がですね、当選した時の都知事選の時に立候補した桜井誠を当選して、その前にですね、桜井誠を当選に日本の都市を第一人者として活動しております、桜井誠が当選です。で、全国にですね、先ほどもお話しさせてもらいましたが、32の都道府県の県本部がありまして、全国で約2000名の党員がいます。ただ全国でですね、まだ2000人なので、各県に対しては、まあ、何十人単位というのが多いんですけれども、まあ、大きな都市であれば何百人単位たくさんいます。で、とりあえずですね、今年の4月3月に地方選挙が始まるんですけれども、東京、神奈川、大阪、京都、福岡で統一地方選挙で、戦うことが予定されております。静岡はですね、名古屋とかこの辺で、まあ、日本第一党の、党員がですね、党員として立候補する予定は今のところありませんが、ぜひともですね、地方選挙が始まった時には、まあ、選挙特報とか出ますので、ぜひとも今日はですね、日本第一党として名前だけでも覚えていただければありがたいと思います。で、今日ですね、チラシをですね、今日本第一党の政策、主な政策があるんですけれども、その辺を紹介したチラシ配ってますので、ぜひともですね、一度見ていただいて、どんな内容を考えている政党なのか、どういうのをですね、ぜひとも理解していただきまして、よろしければぜひ一緒に戦っていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。次のですね、今日は中に変わりますので、よろしくお願いいたします。こんにちは、日本第一党です。大きな声でお騒がせしております。冒頭の挨拶でもありましたように、私たち日本第一党の党首は桜井誠と言います。前回都知事選に出馬した時に、マスコミが一切報道しないにもかかわらず11万4000票を集めました。それが私たちの党首、桜井誠でございます。はい、私たちが日本第一党の掲げる政策の一つにですね、移民反対ございます。浜松は外国人が随分多くて治安も悪化していると聞いています。ブラジル人が6人で浜松の民家に押し入って強盗をしたと、つい最近ニュースになりましたね。犯人のブラジル人は浜松市、豊橋市のブラジル人ということです。外国人を雇う企業の偉い人たちは、それはもうセキュリティのしっかりした家に住んで、ボディーガードも運転手もいるでしょうが、私たち一般の人間はですね、屈強なブラジル人6人に押し込まれたらもうなすすべがないわけです。もうそれは行政も外国人を雇う企業側も何とかしてはくれません。そうして企業が安い賃金で雇った外国人、その外国人の賃金に合わせて日本人の賃金も設定されるので、日本人の暮らしが苦しく
くなります、私今製造業をやらせていただいてるんですけれども、給料低いです。で実は女性にこそ製造業をおすすめしたいんですよ。電話応対もないし、接客もないし、作業中に女同士のちょっと煩わしいおしゃべりに付き合わされることもないし、製造業実は女性におすすめなんです。理系の学校出る必要ないです。理系の資格取る必要ないです。女性でも工場で働くことできます。ところが賃金の安い外国人に合わせて時給を設定しているがために、製造業の給料すっごい安いんです。正社員の人もね、残業と安い給料でもう現場疲弊しますよ、製造業は。そして雇った従業員が外国人なので、例えば何か製品に不良が出た時にですね、日本人のリーダーがこの製品のこういうところで不良が出ましたとミーティングをします。外国人の従業員日本語できませんので、日本語と外国語両方できる人がですね、その外国人従業員に不良の内容を説明すると二度手間なんですよ。ああ何これって思うんですね。もう本当に日本人の社員はもう人手が足りない、人手が足りない。でも新しい人がいるんだったら日本語もできる、日本人にしてちょうだいと、で現場に関わってる人はそうやって走ってるわけですが、経営者はそんなことは聞いてくれません。安く伝える外国人を入れたがります。業績が悪化したら外国人を真っ先に切るくせに、企業の偉い人は外国人ばかり雇って日本人の給料を結果的に下げてるわけです。で企業の業績が悪化してクビにされた外国人、国に帰らないんですね。雇った企業も派遣会社もクビになったら祖国に返すぐらいのところまでやればいいのに、クビを切られた外国人は浜松なら浜松、豊橋なら豊橋に居座るわけですよ。そうして本来日本人に支給されるべき生活保護を外国人が請求する、そのような馬鹿げた状況に陥って市の財政を圧迫すると、もう本当に笑えないことになっているわけです。外国人を雇うよりも障害者の方を雇う、そういう政策に変わらないものでしょうかね。補助金を目当てに障害者枠で障害者の方を雇うってなると、現場は受け入れる体制ができてないんで、あの人障害者だからどうやって指示したらいいのかわからないわとか、あともうあからさまなパワハラになってしまったりするわけですよ。だからもう企業も行政も一緒になって障害者の方を雇う、そういった体制作れないでしょうか。外国人を雇うよりずっといいと思いますよ。障害者の方、例えばその障害によって出るこだわりですね、そのこだわりを生かして実は職人タイプだったりしますので、でね、特別支援学校に子どもを通わせる親御さんも、ね、指導してる先生方も卒業後の支援学校の生徒さんに自立してほしいと願ってるわけです。外国人を雇うより障害者の方に働く場を提供してはいかがでしょうか。それと問題になっているのが引きこもりニートと呼ばれる人たちですね。若い子がなるものじゃないんです。今や中高年の引きこもりニートも多いわけです。そういった人たちに何とか働いてもらうことはできないでしょうか。外国人を雇うよりずっといいです。だって日本語が通じるし、日本的な真面目さも持ってるわけですから。引きこもりっていつまでも放置していいんですか。訓練が嫌で結局元の引きこもりに戻っちゃう人も中にはいるかもしれませんが、その引きこもられている保護者の方もいつまでも元気ではないんですよ。そうして子どもが中年あるいは初老になったとして、そのまま年老いて困ったまま年老いていくと、で保護者がお亡くなりになった場合、引っこもっていた人たちはどうやって暮らしていくんですか。
ブレイメンに世間とのつながりを断った引きこもりの人が死んだ親の死亡届出せますか？葬式の手続きできますか？それを考えたら妊婦と引きこもりの方々にも社会に出ていただいて、ぜひ経済活動に参加していただきたいと思います。外国人を安易に入れて治安を悪化させるよりはいいと思います。で、浜松市に外国人が増え続ける状況、治安の悪化が心配だわなんていうと、自治体によってはヘイトスピーチ規制法なんていう愚かな条例を作っているところがありまして、もう外国人犯罪が心配だと言っただけで、それは差別に当たりますなんて極端なことも起こるわけですよ。で、この状況それ止められるかと言いますと、浜松市の公式ホームページ見てください。今ですね、パブリックコメントっていうことで浜松市の皆さんから浜松市役所が意見を募集しています。内容がですね、浜松第2次国際戦略化計画とかそんなような内容だと思うんですけれども、もし皆さんが安易に外国人を入れ続けることに反対ということであれば、今すぐ浜松市の公式ホームページ見てください。そしてパブリックコメントのところから第2次浜松市国際、戦略とかそういったタイトルのところにね、行ってください。皆さんの意見を送ることができます。市役所のすることだから市民は止められないと思わないでください。意見ちゃんと送れますから。浜松市の公式ホームページ分かりましたね。皆さんもう締め切りがですね、実は近いんですよ。15日今度の火曜日が締め切りです。浜松市の公式ホームページのパブリックコメントのところに行ってください。もう郵送じゃ間に合わないかもしれません。国際化、火曜日にですね、国際化に直接提出するか、あとはメール、ファックスですね、浜松市の公式ホームページからパブリックコメントぜひ送ってみてください。安易な国際化に反対するのであれば浜松市公式ホームページ見てください。パブリックコメント送ってください。締め切りは15日火曜日です。もう時間がありません。よろしくお願いいたします。浜松市北口をご通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせしております。私たちは日本第一党、日本第一党という政治団体でございます。皆様ぜひですね、名前だけでも覚えて帰っていただきたいと思います。私たち日本第一党はですね、一昨年、東京都議会選挙に出たですね、出馬した桜井誠という人間が党首となって政治団体を立ち上げました。日本、その名の通りですね、ジャパンファースト、日本第一ということを掲げて、立ち上げた政党でございます。皆様、普通に言うとですね、日本の政党が日本のことを第一に考えるのは当たり前ではないかと思われる方がほとんどだと思います。しかしよく考えて見ていただきたいのですが、自民党がですね、来年労働移民を、移民ということは言っておりませんけれども、外国人労働者を34万人受け入れると言っております。理由は日本人の雇用が足りないからだと言っておりますが、今日本で失業者がまだまだたくさんいるんですね。安倍政権になってなんとか景気が良くなり雇用者が増えたとはいえですね、まず日本人の中の雇用を増やすことが大事ではないでしょうか。ところが自民党は実はですね、数年前に外国人1000万人受け入れ計画というのを立てており、それをもとに動いております。おそらく今後もですね、移民を受け続けることになると思います。それでは野党はどうかと言いますと、民主党、今ですね、いろんな民主党に分裂しておりますけれども、民主党はですね、3000万人受け入れると
このように言ってるんですね。自民党になろうが、各地民主党になろうがですね、結局移民を受け入れるという立場に立っている。まず私は日本人の雇用を増やすことが第一だと思います。今私たちの仲間が私どものですね、決勝を表したチラシを配っております。外国人の生活保護、低時給反対、パチンコ営業の禁止、いずれもですね、5つの公約が書いておりますが、いずれも既存の政党が主張してこなかった、あるいは主張できなかった、そういった内容が書かれております。なぜ既存の政党が主張できなかったかと言いますと、選挙に受かるためにですね、さまざまな財界、あるいは宗教団体、あるいは企業、そのようないろいろな利権団体から協力を得ていると、反対ができなくなる。自民党が労働難民、労働移民ですね、労働移民を受け入れようとしているのはなぜかというと、これはもちろん日本全体の雇用が足りなくなる、少子化で足りなくなる、このようなこともありますけれども、端的に言えば経団連が安い労働力が欲しい、これに尽きると思います。私はこれは非常に無責任なことだと思っています。例えば浜松にもブラジルとかコロンビアとかいろいろな地方から働きに来ています。日本の企業はですね、外国人労働者をまず安く使えると考えている。そしてもう一つ、雇用の調整面であると考えております。この雇用の調整面というのはどういうことかというと、企業が景気が良くなれば労働者を受け入れる、ところが景気が悪くなるとですね、労働者を切るんですね。例えば自動車産業、ガス産業、テレビ等の家電産業、当然景気の波があります。景気が悪くなると物が売れなくなる、そうすると工場の稼働率が減る、そうすると、無駄な人間を受け入れていても人件費だけかかるということでですね、人を減らしたいわけですが、日本人においてはですね、やはり終身雇用制というものが、ずっと日本人のですね、暮らし、経済体制を支えてきたということがあるから簡単に切れないわけです。そこで真っ二つに切るのは外国人労働者なわけです。私たち外国人移民のですね、受け入れを治安の面とかそういったネガティブな面で反対している外国人に対する、まあ大変申し訳ないですけれども、ネガティブな面で反対している面もございますが、外国の方の立場に立ってみれば、外国人の立場に立ってみてもですね、安い給料で外国人を雇いで、そして企業の景気が悪くなったらすぐに切ってしまう、このようなですね、日本人に比べて一つの奴隷階級を作っている、これが現在の外国人雇用の正体だと思います。自民党は経団連に非常な協力を受けておりますので、経団連が安い賃金で使いたいといえばですね、やはり外国人労働者を受け入れざるを得ないでしょう。この企業のですね、雇用の調整点となって切られた外国人なんですけれども、往々にして母国に帰りません。今テレビでですね、やたら表面上の日本は素晴らしいということを宣伝しておりますけれども、そういった派手な部分だけではなくてですね、治安、そして水道、電気、ガスといったインフラ、こういったことを考えると、日本がですね、全世界で1番2番を争う住みやすい国であることは間違いありません。
水道の水がですね、そのまま飲めるなんていうのは世界中で日本ぐらいのものだと思います。女性が一人で夜を歩いてもまず襲われることがありません。ですから、職を失った外国の方がですね、母国に帰ろうとしない、しかし職がない、それでどういうことを行っているかというと、勝手に資源ごみを回収したりとかですね、浜名湖で大量に資源を密輸したり、このようなことを行うわけです。本来政治であればですね、雇用がなくなった外国人を戻してあげる、これが責任だと思いますし、それができないのであればむやみに外国人を受け入れるべきではないと我々は主張しております。パチンコに関してもですね、これは政治にですね、多大な献金を行っている。さらにですね、警察の上位の方にはですね、天下り先を用意している。これではですね、なかなか取り締まることができない、こういったことにもですね、私たちは断固として反対していきます。さらには日韓断交、このようなことも訴えてまいりますが、今ですね、韓国の、日本のですね、戦争機への、レーダー操作が大変問題になっております。ところが未だに強気でない日本政府がございますが、実はこのレーダー照射などよりもはるかに大変な問題が起こっています。日本の南の尖閣諸島を越えてですね、日本の領海内に今中国の戦艦が入っているということ、皆様ご存知でしょうか。これもテレビは一切とは言いませんが、ほとんど報道していない。その証拠におそらく皆さん知らないのではないかと思います。数年前に中国のですね、輸送漁船が尖閣諸島周りに入ってきたときは、日本がですね、そのために遺憾の意を発出と言ってですね、抗議をしたものですが、今や遺憾の意のいくら言わなくなりました。このように今の日本政府、そして与党野党を合わせてですね、政党すべてが日本人のために政治を行わない、私たちは未だ議員が一人もいない弱小政治団体ではございますが、日本人のためを考える唯一の政党を目指してこれからも進んでいく所存でございます。よろしければですね、今私たちの仲間がチラシを配っておりますので、チラシのホームページからぜひ私たちの日本第一党の、主張をしていただきたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。で、ですね、私たちの日本第一党なんですけれども、もう一度ですね、簡単に紹介させてもらいますと、おととしのですね、2月に決勝大会を行いまして、現在、32の各都道府県に本部ができています。で、全国に会員数が約2000名、2年前で始まりまして、約2000名で、全国で約32の都道府県、もうそろそろですね、各都道府県、全国に県本部が立ち上がる予定になっております。で、一番ですね、最近の活動としましては、去年のですね、10月の14日、反移民デーとしてですね、移民の政策を反対するために、全国各地で街頭宣伝活動やデモ行進を行ったのが、最近の一番大きな活動になっております。その時はですね、静岡新聞さんでも、共同通信の記事としてですね、10月14日静岡の駅前のところで街頭宣伝を行わせてもらいまして、抗議のですね、ものもたくさん来たんですけれども、しっかりとですね、1時間ばかりやらせていただきました。で、日本第一党というのはですね、日本の国益を守り、日本人に寄り添った日本人のための政治をする団体として立ち上がっております。日本人を第一に考えることが日本第一党の大元の精神になっております。献血は約30分程度あればお願いができます。
そうですね、ただいまですね、チラシの方をですね、日本第一党の警察のチラシを、党員もしくはですね、支援者の方が配っていただいておりますので、ぜひともですね、どういう政策を行っているのか、日本第一党の名前を覚えていただくためにも、ぜひチラシをですね、もらっていただきたいと思っております。で、今回はですね、反移民で、で今日はですね、今回は自分の方は移民反対としてのちょっと考えを、述べさせてもらいたいと思っております。去年のですね、5月6月にかけまして、日本政府の自民党が中心になって、来年の4月、今年のもう3月からですね、外国人の労働者として、まあ実質的な移民を4000人近く入れる予定になっています。先ほどの時はですね、人数の上限などを求めていませんでしたが、最近になって移民の政策に対して批判の声が上がりだしたところですね、だんだん上限を設けるとか、政策の移民に対する、外国人労働者に対するですね、優遇措置なんかも、だんだんですね、抑えられてきていると思いますが、出来上がった当初に関しては、5年間の期間を働きまして、その後5年間延長できて、合計10年ですね。10年経つと、日本ですと永住権を申請することもできます。で、しかもですね、外国人労働者として5年働いた以降、6年目からはですね、まあ、全部じゃないっていう話でしたけれども、一部のものに関しては、家族が同伴 OK ですよっていう話も出てました。で、もしですね、家族が同伴するような形になりますと、実際に全員家族全員が日本で暮らすことになります。そうしますと日本の人口が、まあ、もちろん減ることはないと増えることにはなるんですけれども、実際にその中で健康保険とか雇用保険、失業保険なんかですね、日本、はい、でその辺がですね、今の税金でも高いものがどんどん上がっていくと思います。まあ、ただですね、日本移民を受けると日本がどう変わっていくと考えますと、まあ、一番初めに関しては消費が増え、一時的にですね、経済活動なんかも活性化して良いところが目立つかもしれませんが、その後ですね、5年10年経ちまして、外国人労働者の方々がですね、自分たちの立場の低さを憂いて、日本人と同じ権利を主張し始めることが十分に考えられています。その辺はですね、今のヨーロッパに考えてもらえれば同じなんですけれども、安い労働者として、今のですね、経済界は入れようと思っていますけれども、そのままですね、ずっと安い労働者として外国人労働者が絶対そうなることは考えられません。もうこれがですね、5年10年15年20年経てば日本人以上の待遇を求めて声を上げることがもう目に見えてると思うんですよ。で、そのためにですね、日本人のための政策を実施している日本第一党を十分ですね、これからですね、頑張って大きくしていきたいと思っております。ですね、外国人労働者が増えていきますと、外国人が安い賃金で働くことになると思います。そうするとですね、最初の利益は一時的には増え、消費が達成、利益が増えることによって会社は達成させます。そうすると社会も達成させるするとしたように思えるかもしれませんが、一回ですね、安い賃金で外国人を雇った会社がですね、それを日本人の高い賃金で雇い直したっていうと、そんなことはもうなくなると思います。安い賃金で働いているものが高い賃金のものを雇うことはもうないのです。ですからですね、今の日本人の若い人たちの賃金がどんどん下がっていくことが、もう安い賃金になっていくようなことになると思います。安い賃金で、日本人の若者がですね、働こうとすると少子高齢化の問題も出てますが、今の状態でも安い賃金で生活が目いっぱいで子供を作れない、結婚ももちろんできない、そういうことがですね、人たちが増えていく中で、さらにですね、外国人労働者を増やしていきまして、安い賃金で働かそうとする経済界をですね、考えれば、日本
これからどんどんそういう流れになっていくのではないかと思っています。またですね、猶予名というのを受け入れまして、一時的にはですね、国力とか、経済力、この辺はですね、維持できると思いますが、足りなくなった分を毎年毎年外国人をですね、増やしていくことによりまして、現在ですね、120万人ぐらい外国人労働者としているみたいなんですけれども、毎年ですね、10万人、20万人ずつ増やしていけば、もう5年後には100万人近く増えます。200万人、今120万人に100万人増やして220万人で、その中にですね、今度家族がどんどん増えて、家族がもちろん結婚して子供もできます。で、家族、日本、自分の母国からですね、兄弟や、お父さん、お母さん、まあ、扶養家族ですね、を増やしていきますと、外国人のですね、人口割合がどんどん増えていきます。まあ、ただ、全部がですね、外国人だから、ダメってわけじゃないんですけれども、日本人が今、1億1000万とか2000万とか言われてますが、その中で1割とか、まあ、その辺の上限を設けて、人口の、外国人の割合の上限を設けることによって、今の日本人の、伝統やですね、文化、その辺を守っていくのではないかと思っております。今年のですね、10月に、しかも消費税が 10% 上がることがもう決まっているような形になっていますが、今でも苦しい活動になっている生活の中で、10% のですね、消費税が上がることになれば、国民の生活がですね、これからね、どんどん苦しくなるのはもう目に見えています。で、生活が苦しくなると少子化がですね、ますます加速することになるので、少子化をどうすれば改善できるかという形があるんですけれども、こちらをですね、今から考えまして、少子化の答えはもうないです。実際にですね、今1億1000万、2000万の人口が、これからですね、まあ今年もありましたが、100万人近く自然減少されています。で、それがですね、どんどん減っていって、まあ今の団塊の世代がですね、どんどん、いなくなったというのも変なんですけれども、なくなった時点で日本のですね、人口体系は、正常化になるんじゃないかと思っています。そのためにですね、実際に人口が8000万とか7000万になった時点で、それからですね、今までの戦後の復興を考えますと、人口が少なくても問題ないと思っております。その代わりですね、今のこの浜松とか静岡、まあ、名古屋、愛知なんかもそうなんですけれども、大都市はもう24時間もう便利な生活、どこに行くにしても24時間空いてるお店があるよと。で、車に関しても鉄道もたくさん通っていますし、バスもたくさんあります。で、タクシーもたくさん通っています。ですからですね、とても便利な生活、そういうのが今はできていますが、これからはですね、やっぱ人口が減っていきますと、経済はだんだん縮小していきます。そうしますと、今みたいに24時間のファミレスやコンビニエンスストア、もしくはですね、ファミリーレストランや、フードショップなんかもですね、24時間はもちろんできなくなりますので、夜中は休みになるとは思います。今年のですね、まあ、1月1日、まあ、今まで、まあ、自分なんかもそうなんですけども、若い頃に関しては1月1日2日なんかは普通のスーパー、まあ、デパートなんかもみんなお休みしてました。で、最近ですね、急に1月2日、お店をですね、開けるのが普通になっていますが、だんだんですね、その辺に関してはお店をですね、休日を増やしていって、その辺でちょっと不便にはなると思いますけれども、その不便さを乗り越えて、その後ですね、日本の発展、復興をですね、これから頑張っていくような政策を行っていかない限り、安易にですね、外国人を増やして人口体系を維持するとか、その辺でですね、経済を維持する、国力を維持する、そういう考えではですね、日本としての国は残るかもしれませんが、日本の伝統文化や日本人の心遣い、もしくはですね、今のこの日本の安心して暮らせる治安、その辺がですね、だんだんなくなっていくのではないでしょうか。もうこれはですね、まあ、10年20年
先だったらまだ大丈夫ですけども、100年ほど考えて政策を行っていくような形になっていかないとダメじゃないかと思っております。本日はですね、今チラシも配っておりますが、移民対策、外国人の移民反対や、外国人労働者への、反対、あと外国人の生活保護の反対、その辺とですね、日本第一党の約束というかですね、政策なんかのチラシを配っておりますので、ぜひともですね、お手に取ってもらって読んでいただきたいと思います。で、日本のですね、日本人のための政治を考えた日本人のための政治団体として生まれた日本第一党ですので、これからもですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。こんにちは、日本第一党です。はい、外国人を安い賃金で雇うことによって、日本人の賃金も下がっているということで、若い人を経済的にこれ結婚は無理だって言ってますね。お年を召した方は今の若者どうして結婚しないんだっておっしゃるけど、苦しいんですよ経済的に。これで結婚は無理です。そしてね、せっかく結婚しても同じように経済的な理由で子供を持つことを諦めている日本人の夫婦のなんと多いことでしょう。もったいないことですね。ところが外国人労働者は子だくさん多いですし、あと外国人労働者を雇って家族も呼ぶと、家族も日本に呼ぶと、これ日本人が家庭を持つこと、子供を残すことを諦めているのに外国人ばかりが増える。これで日本と呼べるんでしょうか。これで少子化解消されるんでしょうか。皆さん小学生のお子さんとか、お孫さんいらっしゃいますか。小学生のお子さんお孫さんは楽しそうに小学校行ってますか。今の小学生あんまり楽しそうには見えないです。登校するところを見てても元気がありませんね。で、子どもたちも疲れてるし、学校の先生も何やらわからないことで忙しくって、子どもたち一人一人にケアがしてあげられない、そんな状況で日本語がしゃべれない外国人の児童を受け入れて日本語を教えよう、外国人クラスを作ろう、それは順序が違います。まず日本の子どもたちが、日本人の子どもたちが学校に行くのが楽しくなるように、学校で泣かないようにしないといけないんじゃないですか。それなのに外国人のクラス、外国人の児童に日本語を教えること、そういうことに先生の労力を割こうというのは間違っていると思います。あとですね、私たち日本第一党、外国人の移民の反対の他にですね、パチンコの廃止も訴えております。ちょっとお時間いただいてパチンコの廃止について説明いたしましょうね。皆さんご存じない方も多いと思うんですが、パチンコ屋というのは、北朝鮮系の経営者が多いです。そしてパチンコで得た利益を北朝鮮に送っています。そうしてパチンコ屋の利益が北朝鮮に送られてミサイルとなって日本に向けられている。それを以前から訴えているわけですが、パチンコ屋だいぶ潰れたし利益も減っているんですが、なかなかなくなりません。パチンコ屋も生き残りに必死です。老人ホームにパチンコ台を寄贈してそれをリハビリと称しているわけですね。気がついたら老人ホームに預けた親御さんがパチンコ中毒になっている、そんな笑えない事件も起きています。最近本当にひどいと思ったのは、パチンコ屋が知的障害者のストレス解消と称して障害者をパチンコ屋に無料招待したというニュースがありました。明るいニュースでも何でもありません。ところがマスコミはそれを美談に仕立て上げています。パチンコ屋が生き残りをかけて老人や障害者を食い物にしだした、それを皆さんぜひ覚えておいてくださいね。
それとあの先ほどマイクを持たせていただいたときにあの一度説明したんですけれども、あの浜松市の市役所の公式ホームページに行っていただくと、今あの外国人の受け入れに反対していらっしゃる方はぜひあの浜松市のパブリックコメントに意見を送ってほしいんですよ。浜松市国際化戦略の、第2弾だったか、その2弾だ、その2だったか、そういったパブリックコメント、今、浜松市がやってますので、ただ締め切りは15日火曜日ですぐなんです。もしあの外国人の安易な受け入れに反対するのであれば、今すぐ浜松市のホームページご覧になってください。パブリックコメントで反対を皆さんも訴えることができます。どうかよろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございます。皆様こんにちは。日本第一党でございます。静岡県本部です。日本第一党の綱領の方を読ませていただきます。我が党は世界に比類なき万世一系の天皇をいただいた民族国家日本の国体を守ります。我が党は日本第一主義を掲げ、日本国の国益を死守し、日本人の権利を保護し、日本全体の幸福追求を目指します。と、我が党は本来の保守主義の復権を目指し、我が国の伝統、文化、歴史を守るため、時として外敵と戦うことを辞さない覚悟を持ちます。と、我が党は逼迫する国際情勢の危機を看過することなく、一日でも早く日本人自らの手で新憲法を制定し、国軍を保有することを目指します。一つ、我が党は異物な外国人社会福祉行政を廃止し、日本人のための社会福祉の充実を図ります。以上、これが日本第一党の綱領です。あとですね、日本第一党の主な政策を、今5つあの述べさせていただきます。お忙しい方いらっしゃると思うんですけども、今、仲間の方がですねあのチラシを配っておりますので、ぜひ手に取ってご覧ください。よろしくお願いいたします。お忙しいことは1つでもね聞いていてください。5つの、約束。1つ、外国人への生活保護費の支給停止、日本人の税金が外国人に流出、日本国民のための生活保護費が行政の裁量により受給資格のない外国人にも支給され続けている実態をご存知ですか。国民最後の救済策は本当に困っている日本国民に限定、膨れ上がる生活保護費の削減を目指します。主な、政策の2つ目です。日韓慰安婦合意の破棄、不祖の名誉を守ります。いわゆる従軍慰安婦の実態は戦地売春婦です。しかし安倍晋三内閣総理大臣は平成27年12月の日韓合意で元慰安婦に謝罪し、事実上のお詫び金10億円を拠出しました。日本第一党はこれに断固抗議し、合意破棄を求めます。主な政策の3つ目いきます。移民受け入れ即時中止、国の破壊につながる愚策。すでに移民を受け入れている EU 諸国では治安が悪化し、国際テロリストも流入しています。国民は雇用を脅かされ、伝統文化が破壊されるなど深刻な事態となっています。 EU ですでに失敗が証明された移民受け入れに断固反対します。主な政策の4つ目いきます。原発再稼働、安易な原発反対ではないエネルギー政策を。原子力発電所の新規建設は行わず、代替エネルギーが確立するまでの間、安全性を十二分に考慮し、既存の原発を運転させます。電力の安定供給を行い、産業と暮らしを守ります。
産業破壊や家計の圧迫につながる売電制度を見直します。主な政策の5つ目です。パチンコ店の営業禁止。多くの依存症患者を生み出し反日組織に資金提供する20兆円産業。パチンコ店経営者の多くが韓国系、朝鮮系です。そこには警察官及び官僚の天下りやパチンコ議員、パチンコ利権によって事実上合法とされているのが現状です。そして売り上げの一部が北朝鮮へ流れ、核実験、ミサイル実験、拉致公爵などの反日資金にもなっています。以上が日本第一党の主な政策の5つです。皆さん今チラシを配っていますので、はい、ありがとうございます。チラシを配っていますので皆さんぜひ取り寄ってご覧ください。よろしくお願いいたします。浜松駅北口ご通行中の皆様、先ほどから大変大きな声でお騒がせしております。私たちは政治団体日本第一党、日本第一党と申します。党名の通りですね、日本人そして日本の国体を第一に考える、これを目指している党名でございます。私たちまだ地方議員、国会議員通してですね一人も議員おりませんが、それでもですね従来の政治団体、宗教団体、あるいは各種の利権団体、もしくはですね外国のコミンテルン、このようなものではない真のですね国民のための政党を目指しております。今私たちの仲間がチラシを配っています。私たちの主な政策として外国人の生活保護停止、移民受け入れ反対、パチンコの営業停止、原発再稼働、いずれもですね既存の政党が既存のですね協力を受けているいろいろな利権団体、このようなものに阻まれてですね本当に国民のためになるけれども主張ができない、このような5つの主張が書かれています。ぜひ皆さんチラシだけでも受け取ってですね見ていただければと思います。先ほど移民受け入れ反対のことでですねお話をさせていただきましたが、今回はここ浜松ということでですね原発の再稼働、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。2011年の東日本大震災以来ですね浜岡原発がずっと停止されております。浜岡原発今まで6棟ですね発電所を抱えているのですが、1号機2号機はこれはもうすでにですね耐用年数がかなり稼働年数がかなり過ぎているということでですね廃炉が決まっております。ところが3号機から6号機まではですねさまざまな対策を施しております。堤防をですね高くして通常では考えられない津波の高さにも対応しております。そして東日本でですね福島の原発が一番のネックとなった電力供給の問題、これに関してもですね30、40、50にですね電力の供給を確保しております。何よりですね皆さんあまり知られてないことですが、福島のですね原発、これは原子力がですね爆発したものではないんですね。あくまでその水蒸気爆発であります。しかもですねこの爆発した原子力発電所は外国製だったんですけれども、少し離れたところにある日本のですね日本製の原発は爆発しておりませんでした。もう一つですね皆様にお伝えしたいのは、原発をですね廃炉にしたからといってそれでは危険性がなくなるのかというと、そんなことはないわけですね。
放射性廃棄物あるいは放射性燃料はそのまま残ってしまうわけです。ですから私たちはですね、廃炉にしても危険性が変わらないという、それほど変わらないという前提のもとですね、やはり安全を見てですね、稼働していく、これが日本のエネルギー対策としては現実のところですね、一番良いのではないかと思っているわけです。で今日本全国のですね、原子炉が、止められておりますが、これは、厚物に越えてナマスを吹くような愚策だと私は思っております。原子力発電が止められてしまっていることにより、火力発電の比率が増えて、どんどん電気代が上がっております。もうハンワースのようなですね、工業地帯では電気代が上がるというのは本当に死活問題です。何よりも、大東亜戦争がですね、起こった理由の一つに日本が石油を止められたという事実が原因としてあったことをですね、思い出していただきたいと思います。今隣の中国がですね、覇権国家としてチベットやウイグルなどのですね、陸地だけではなくシーレーンも次々に封鎖しようとしています。もし日本に石油が入ってこなくなったら、これはですね、日本中の電力が止まってしまう。ですから我々はもちろん遠い将来ですね、原子力発電所より安全な技術が開発されれば、長い目で見れば原子力発電所はなくしていくべきだとは思いますが、今できている原子力発電所に関しては安全を見てですね、稼働していくべきだと思います。私は日本人の技術と慎重さがあればそれはできると思っています。福岡市長選挙がですね、昨年1月にですね、ございましたけれども、昨年ですね、1月にございましたけれども、保守系と呼ばれている市長候補も革新と言われている市長候補もどちらも原子力発電所反対しております。確かにそうしないと票が入らないという実態があるのかもしれませんが、私はですね、これは勇気を出して原子力発電所の再稼働、そして科学的にどれだけ今浜岡原発で、震災対策が行われているか、こういうことも皆様理解していただいた上でですね、ぜひ、合理的な、エネルギー政策を考えていただきたいと思います。そしてですね、私もっと許せないのが、この東日本大震災の時にですね、皆さんが、原子力発電所が止まったということで節電を目指していたときに、パチンコ屋がですね、パチンコ店がこういった警告をほとんど無視してですね、皆さんが生活のための電気を、あるいは生産のためのですね、電気を止めている間に、娯楽のためにですね、非常に多くの電力をパチンコ店が使っていたということを、これをですね、皆さんにも知っていただきたいと思います。パチンコというのは一種の賭博場です。日本の法律では賭博が禁止されているにもかかわらずですね、浜松にもございますし、日本全国のですね、主要な JR 駅、そして私鉄の駅の前、あるいは中部地方ですと郊外にですね、非常に大きな面積を持ってパチンコ店がございます。外国の方がですね、来られると非常にこれは驚く事実です。こんなにですね、街中に賭博場があるのかと。大体ラスベガスでもですね、マカオでもどこでも賭博場というのは一定のですね、地域に収められて、そして、入れる人もですね、厳重なチェックを行って、賭博を行ってもですね、ギャンブルを行っても身を持ち崩さない、資産がある方しか入れない。それが日本の場合はですね、
日本全国の入りやすいところにある。そしてテレビではあたかもですね、宣伝娯楽のようなコマーシャルを流していることによって、世界各国では通常ギャンブルにはまらない主婦とか学生とか、このような人たちが、賭博にはまるという非常に危険な、状況にあることをご理解ください。ぜひ私たちのですね、政策を理解していただき、ご協力いただき、できれば党員をですね、党員に加わっていただきたいと思います。私からは以上です。お忙しい中、成人式の前なんですけれども、お忙しい中、寒い中ですね、大きな声で失礼しちゃいましたが、今日のですね、日本第一党の、街頭宣伝活動はこれで終わりにさせていただきたいと思います。